道を塞ぐかのようにしてイリアンの椅子が倒れ込んでおりましたが、そこをなんとか入ってまいりました。紙切りデスマッチをやらなければいけないという状況にもなっていきます。はい、オーディションの時点で長代さんの役は坊主にならなきゃいけないという条件があったんですけど、自分的にはそんなことよりも本当長代ちぐさという人間にすごく魅力を感じていたので、なんだろう、別にまた髪の毛生えてくるしみたいな、そんなことよりはもう本当に長代さん自身の魅力に惹かれて演じながら、本当に難しいですけど、なんて言えばいいんだろうな、諦めないということを、私はなんかその強さを改めて学びました。諦めない、負けない、はい、この強い気持ちを持ってどこかオーバーラップさせていらっしゃったっていうね、はい、お話も聞いております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私たちがやっぱりちょっとみんなよりね、はい、なかなか運動が苦手ということで、こう結構2人で頑張らなきゃみたいなところがあったんですけど、役の設定じゃなくてですか？実際もそうだったんですよ。実際もそうだったんですか？はい、じゃあ役がまた入り込みやすいですね。はい、そうですよね。ドキュメンタリーみたいでした、ね、ドキュメンタリーいろんな技だったりも練習をこう教わっていたので、最初はなんかなんだろう、本人ですし、私こんなんじゃなかったって思われたらどうしようってい う, こう分かります、その気持ちはすごく怖さがあったんですけど、はい、もうだんだんこう長代さんも一緒になって戦ってくださってるという思いに変わってきて、本当に心強かったですし、もう支えていただきましたし、なんか泣いちゃいそう泣いちゃえ泣いちゃえもう本当にお世話になりましたありがとうございます。本当にいろいろ辛いこともあったと思います。痛い時もあったし、それも支えてくれたのは長代さんだったということで、長代さん改めて素晴らしい方と巡り合いましたね。助けてもらいました。挑む力に助けられたって、この言葉はもうどうしよう、宝石のような言葉ね、いただきましたね。ありがとうございます。そうですね、変わったことですか、ね、うん、変化、あ、変化、ご自身に何らかの変化はありましたか？ちょっと答えになるかわからないですけど、はい、難しいんですけど、なんだろう、本当にこの現場は熱量が高くて、はい、一人一人の思いが強くて、これからの人生のこととかいろいろこう考えた上で、はい、やっぱりこれは、挑戦というか、なんだろうな、本当覚悟の一つだったので、まあ、こういう役を長代さんを演じさせていただけて本当にありがたかったですし、このレトリの言葉みたいにこの作品に出会えてなかったら自分ってなんかどうなってたんだろうなみたい な, なんかそれくらい自分にとって本当に大きな作品になりましたし、まずこうみんな仲間と出会えたことが本当に幸せで、まだまだ頑張れるなっていう、そういう思いをたくさんもらえた、頑張らなきゃなって思わせてくれた現場だったので、変化、なんだろう、いやもう十分なのでお聞かせいただきました。そして今一生懸命考えて生の声、今もうむき出しの心を拝見させていただいただけでもとっても僕らにとっては嬉しいことで、唐田絵里香という女優さんをしっかり受け止めさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
レジェンドの皆さんありがとうございます。森監督、あの、よろしくお願いします。どうぞ、あそこに気をつけて。はい、あ、はい、いい感じですね。じゃあ、正面のオフィシャルのカメラに向かってがっつり目線をお願いいたします。会場の皆さんもしっかり撮れましたか？お二人のカメラバッチリでしょうか？バッチリいただきました。ありがとうございました。どうぞ大きな拍手をお送りください。皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。